残念なことに、あの秋篠宮ご夫妻がトルコに公式訪問をすることが決まってしまったんですね。いやー、ありえないでしょうという感じですよね。どんだけ生きるのよと、日本の恥さらすのはやめてちょうだいという感じなんですけども、でも決まってしまって、でもね、お二人に関しては結構ご病気がなんてね、お話がたくさん上がってましたけども、大丈夫なのと。殿下に関しては下手すると朝から飲まないとやってられないぐらいの状況だというようなね、お話でしたけどもね。まあ、そこでですね、まあ、記事によりますと、宮内庁は秋篠宮ご夫妻が国際親善のため12月上旬にトルコを訪問されると発表。ご夫妻の訪問は日本とトルコが今年外交関係樹立100周年を迎えたことを受け、トルコ政府から招待を受けたものです。いや、招待を受けたのは天皇皇后両陛下ですよね。にもかかわらず、またね、こういう見てこうばあさんが裏でね、指示をしたんだと思いますよ。力が加わったんでしょうね、おそらく。日程は1週間ほどだと言いますけどもね、まあ、エルドアン大統領への表敬訪問などを調整しているということでしたけども、いや、エルドアン大統領もね、あれだけ固い握手をしたのにと、2019年の4月1日ね、金城陛下と会談をされて、できれば両陛下に来ていただきたいですとエルドアン大統領がおっしゃったにもかかわらず、まあ、こんな結果を招いてしまったって、本当にね、悲しい思いをされてるんじゃないかなと思いますよ。トルコの100周年記念ですよ、なんでよという感じなのでね、そんな中でね、あのご夫妻をトルコ側が招待するわけがないんですよ。日本を招待はしましたけども、秋篠宮ご夫妻を招待したわけではないと思いますよね。そこは本当に間違いないんじゃないかなと思いました。で、まあ、トルコっていうのは結構、まあ、いわくありげなっていうかね、そんなお話がありますけども、この間、佳子さまがね、ギリシャに行かれましたけども、トルコはギリシャとは、ちょっと、仲がよろしくないというお話がございまして、秋篠宮家の佳子さまが、先日ギリシャに行ってね、お世話になったばかりなのに、今回は、なんで秋篠宮家なんだという話になりませんかね。もうそんなのはもう意に介さずという感じでしょうかね。この方々は本当に鋼のメンタルなのでね、もう何を言われようが、何をされようが、もう自分の思うがままという感じですからね。で、このトルコ訪問、今回が初めてで、そして皇族のトルコ公式訪問歴は、三笠宮ご夫妻が1963年と1986年に、また、友人親王ご夫妻が1990年と1998年、2010年には友人様がお一人で訪問されている。あ、三笠宮ご夫妻というのは、おそらく、まあ、その友人親王殿下のお父様ですね。三笠宮隆人様ね、あのご夫妻ですね。なので、結構ゆかりがあるというね、三笠宮家にはね、ちょっとこの辺もね、いろいろとうさんくさいのが集まってんじゃないのと思いますけどもね、この三笠宮隆人様というのが、あの、友人様に受け継いで、そして今は秋子女王をね、ちょっとこのラインが怪しいんですよ。そのうち明らかになるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、それはさておき。そこに伴ってやっぱり秋篠宮なんですよ。殿下はね、友人さんを信頼しているというか、崇拝していましたからね。まあ、何から何まで真似しているという。アルコール依存症まで真似しちゃったというね、本当に大変な騒ぎですよ。まあ、そんなお話があったと。すごくね、調べてくれた方がいらっしゃってですね、2024年日本とトルコは外交関係樹立100周年を迎えたということで、これがですね、今年ということは間違いないんですが、実際に最初にトルコ共和国建国の翌年なんですね、1924年の8月の6日、日本がローザンヌ条約を批准し、同条約が発効したことにより、トルコと日本の間の外交関係が樹立したとあるんですよ。これ調べてくれた方が言って、8月の6日なんですね。なのにもかかわらず、12月にするというね。おかしいでしょ。これは明らかに、敏宮愛子様のお誕生日を狙ってるなと。もうすでに終わってなきゃいけないじゃないですか、8月だったらね。で、これによるところ、日本政府が当時からトルコをいかに重要視しているか示しているというふうに書いてあるんですよね。で、日本大使館開設はトルコが初めてだと言われてるんですよ。だったらなおさらじゃないですか。なんであの宮家を
やるのよという感じですよね。大事にしてるんだったらもうちょっとさーって感じありますよね。なのにもかかわらずあのご夫妻に決まっちゃったと、見てこう上皇后の策略じゃないかなというふうにね、だんだん思えてきますよね。またあの敏宮愛子様のお誕生日会見すると思うんですけども、そこにぶつけてきて、そしてそのトルコ訪問前におそらく会見すると思うんですけども、なんか重なりそうな気がしないでもないんですよね。まあ、ただ12月の3日に行かれるというお話だったので、さすがに2日前にはやらないかなっていう感じもするんですけども、そこはねわからない。一般人の斜め上を行かれる見て上皇后退院パレードを見てもわかる通り何するかわかんないんですよ。でしかもその数日後には車椅子に乗ってね演奏会かなんかに出向かれたっていう話じゃないですか。そんなありえない話あんのかなと、90歳のおばあちゃんがこんだけだよって思いましたよね。いろんなコメントがねあの X の方でも飛び交ってるんですけども、重病のはずなのに紀子さんはどうしてトルコに、宮内庁の来年度予算概算要求、医療環境の整備等が約 1.5 倍に増額、大腸ビデオスコープへの予算計上で再燃する紀子様への胃腸への不安なんてね、そんな記事も上がってるぐらいで、ビデオスコープもそうですけども、あの高額のお薬ね、インフリキシマブ、あちらもですよ、ちょっとね大変な額じゃないですか。2023年度だけで1500万円分ですからね。だから今年入れたらもっとですよ、すごい金額じゃないですかね。だってあれ1回使用するだけで5万円かかると言いますからね。なので実際噂によれば紀子さんではなくて久人くんじゃないのかなというねお話も上がってるぐらいなんですけども、まあ、どうなんでしょうかね。そしてまたあの炎症性腸疾患のスペシャリストであります清原さんというお医者様が着任されてると、まあ、お抱えの医師としてね、そこから来るとそうなのかなという感じにもなりますけども、そこに関してはですね、秋篠宮家の G は炎症性腸疾患のスペシャリスト清原さん、やはり紀子様の病状を重視しての選任だった可能性は高いでしょうと、これがまあアイラで上がった記事だということなんですけども、これに関してアイラも秋篠宮家のためなら平気で嘘を吐く、インフリキシマブを処方されているのは悠仁様ではないですかというね意見も上がってるんですよ。朝日系は全てこのお家のお抱え広報ですからと、また高額な薬と大腸スコープが手放せない人がトルコに1週間も行けるんでしょうか、まあ、バイト公務お盛んですねというのは、まあ、バイト公務たくさんしなければならない理由があるというね、まあ、秋篠宮殿下の愛人の方にお金を月々送らなきゃいけませんので、まあ、そのために頑張っていらっしゃるというねお話もございますよね。未だに続いているというお話ですよ。これ途中でやめちゃったらおそらく秋篠宮殿下にも関するお話というのが、まあ、あちらの方々からタイの方々からね公にされてしまうということなので、もうニッチもサッチもいかない状況なんじゃないかなと。それはもう朝からお酒飲んじゃいますよね。もう仕方がないなと、しょうがないなと、まあ、自分がやったことなんだからね、もういい加減自分のお尻は自分で拭いてくださいよという感じもねいたしますけどもね、本当にそうですよね。それだって全部税金から来てるんじゃないですか、違うんですかね。その昔ですけども、あの友人殿下ね、あの方がまあ、やいのやっぱりこのように言われてですね、いや何の文句も言われる筋合いはないと、全部自分で稼いだ金で飲んでるんだからと、そんな風にね息巻いたことがあったという、じゃあ税金もらってないんですか、全部返却してるんですかっていう話ですけどもね、そんなわけはないんですよ。だんだんねすごい偉そうに会議中でもプカプカタバコ吸ってて、そもそもはですよ、そんな人がなんで皇族にいるのという感じですけどもね。だからあの血筋の方をちょっと信頼できませんよね。そもそもがその上のお父さんね、笠宮孝人さん、あの方も海外の方でね怪しい団体とつるんでいるって、そんなお話も聞きましたし、その息子がそのヒゲの殿下と言われる友人殿下で、その方が、まあ、日本の有名どころね、銀座、赤坂、六本木、そして新宿2丁目とかね、まあ行かれていて、で、新宿2丁目のゲイバーだか、まあそういった関係のお店で、
まあ、その芸の人に、まあ、お尻触ったとかね、そんなお話もあると、まあ、それ以上に、まあ、そんなの触りお触り程度なんですけども、相当にあるらしいですよ。で、飲み歩いていて、しかもですね、やっぱり高級店に行かれるわけじゃないですか。来てるお客様もかなり高級な方々ですよ。有名一流企業の部長さんクラスとかね、もっとその上かもしれませんし、その一般企業の方だったらまだしも、裏の世界の方々ね、怖い人たち、ああいう人たちも来るわけなんですね。にもかかわらず、あの人はお酒飲むと、いつもの通り暴れちゃうというか、はしゃいじゃうというかね、結構大騒ぎするそうなんです。その際に、まあ、一般企業の人だったら、ああ殿下だったらしょうがないなっていうふうに思うかもしれません。でも皆さんも他の人もね、お酒飲んでるわけじゃないですか。で、危険な方々が飲んでてちょっと酔ってきたら、うるせえってなるじゃないですかね。そこでもやっぱりなんだとと結果になってしまうというね、お話のようですよ。尻拭いをする方々っていうのは、やっぱり宮内庁関係者とか、なんかエージェント的な人たちがいるそうですよね。まあ、尻拭い役っていうんでしょうかね。友人殿下専用エージェントみたいなのがね、いるそうですよ。そういう方々が、そうやってね、後始末をするので、まあ、そういうところにも、まあ、お金とか使ってるんだと思いますけどもね。まあ、それも全部税金じゃないんでしょうかね。あの人もそうですけど、あの人は特にそうなんですかね。三笠宮杯とか、競馬だか競輪だかありますよね。協定かな。ちょっと詳しくないんですけども、お名前を使った冠レースとかね。あれ、名前を使うだけでお金が入ってくると、そんなお話もございます。結構やってたみたいですよ、そういう話。だからそれだけ毎晩のようにね、あちこちで飲み歩いていると。そしてまた赤坂でしたかね、芸者さんだか囲ってる方、愛人さんですよね。要はいないなと思ったら、その人の家で昼寝してたりとかね、結構あったそうですよね。そういう時代だといえばそうなのかもしれませんけども、それは皇族の方がやっちゃいけないやつでしょという話じゃないですか。そんなお姿に感銘を受けたのが、ヒゲの殿下こと秋篠宮ヒゲ殿下ですよ。あのヒゲもあの人の真似をしたというね、そんなお話ですけどもね、ろくなもんじゃないなという感じですよね。そういうところからいろいろとね、やっぱり宮家に皇統移っちゃダメだよなと思いませんか、本当に。その話はほぼほぼ本当の話だと思いますよ。表に出てないだけでね。この動画が表に出たら、もしかしたらこの動画消されちゃうかもしれませんけどもね。まあそれはしょうがないかなって感じですけども。いや、それにしたってね、やっぱり声を上げていかないとね、とありえないなと、いろいろ考えてもね。秋篠宮家にね、トルコ旅行が渡ってしまったということで、秋篠宮家が行くとトルコ旅行ですけども、天皇皇后両陛下が行くと、トルコ公式訪問になりますけどもね、価値が違うんですよ。全くね、トルコの方々は本当に残念だと思っておりますよ。トルコの大統領エルドアン大統領に表敬訪問されるってありましたけども、その時にもね、何かやらかすんじゃないかななんてふうにもね、思ってるんですけど、大丈夫ですかね。これをきっかけに日本とトルコの国交はなしよみたいな、そんな話にならなければいいですけどもね、残念なことにならなければと思います。そしてまた愛子内親王のお誕生日をぜひ邪魔しないでほしいなという感じでございました。そしてまたね、皇室典範の改正、早くお願いします。ぜひ今回でね、動いてください。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。